いやー、ヨシさんいやー、森茂さんこんばんはこんばんはあのー、耳栓を買いまして耳栓をうん、うん、あの耳栓って言ってもね、うん、まあイメージしてるのって多分スポンジみたいな、うん、もしくはまあワインのコルクみたいな形のやつかなと思うんですけど、うんうん、おあのーはい、はい、形がね、うん、なんていうかリングあ、イヤホンのカナル型イヤホンのなんかこう付け 根元に何かリングみたいのがついた形のこれですね。おおこういうね。へえ。まあこれだからおそらく外の音をまあ一回そのシャットアウトするじゃないですか。このイヤホンみたいなこの本当にあのまカナル型のイヤホンをはいはいはいシャットアウトするんだけど普通のイヤホンだったら音がそのイヤホンに入ってくるところをこのなんかこうアルミのリングみたいなものをですね返すことによって。 まあもう一個こう音を振動して聞かせる物体を入れて多分音量を落とすこれだから 18dB ぐらいできるんですだから完全ゼロじゃなくて周りの音が小さくなるで不思議でですねこれ本当に小さくなるだけであの近くにいれば喋り声は聞こえるんですよあのちっちゃいけどちゃんと聞き取れるみたいなのがあってでまあちょっと。 あの買ってみててみね、うん、あの試してまあ僕はあのこれデジタル耳栓だと思って買ったんですけど言ってましたよ <うん S 1> デジタル耳栓じゃなかったね、うん、<laughs> 俺もこれなんか充電するやつなんやと思って見てましたよ、うん、じゃあなかっあのそういうのもあるらしいんですけど <laughs> そういうのはやっぱ高くてでまあなんかやったんですよ、うん、でまあ結構黙っている間にはですねまあまあよくてうん、うん、なんだけど自分が動いたりあと自分が喋ったりすると、うん、中からこう。 はいはい、自分の音が聞こえてくるわけですよ。うんうん、で、これがまあ、ちょっとあまりにも続くと、ひょっとしたらちょっときついかもしれないなみたいな欠点があるんだけど、まあまあなんかちょっとこう耳が過敏になってるなみたいな時とかにつけるのは、うんうん、これは良かろうという,ようなところでね。なるほどね。ちょっとまあ試してみましたね。まあ我々もやっぱり健康をね、うん、あのー、突き詰めていかなければならない。うん 思いますから突き詰めめるる健康をやっぱりほらサムネイル見ていただいて分かる通りですねはい5つ目に何て書いてありますかこれヘルスええそうでございますヘルスでございますよスポーツもねスポーツ入れていかなきゃいけないねこれねそうですよもう昨日はですねあれですあのえっとねプレミアリーフアーセナル対マンチェスターシティマンチェスターシティはい指定対決もうアーセナルが ボロ負けしてしてままい,ましたいやもうさもうその試合の前に我々さイギリスの,あのローアン・アトキンソンの動画をちょっともじったあのパルクールをするして逃げるアーセナルを楽勝で追い詰めるローアン・アトキンソンのマンチェスターシティっていうコラ動画みたいなの見たじゃないですか。 いやマジでなんかそのそ,それがさ、うん、なんか現実になるかのような展開にちょっとなんかびっくりしてしまいましたね<え>いやシティってそういうチームなんだよな,なあいやほん<当>切ないよね。ねいよねだからさこれで多分だけど多分自力優勝なくなったよねうん、まあ、結構厳しいでしょもう,もうあの2試合 2>、うん、あのシティが少ないんでまあうん、うん、でもね やっぱりプレミアリーグって面白いのは何かっていうとなんか上位対決でしかその優勝が決まらないかってそんなことなくて下位のチームがねこの辺からね上を食い始めるんですよだからま,あまだ分からんなと思うんだけどちょっと痛恨のこ,れこのダメージをでもむしろそのアルテタがさアーセナルをこうどう盛り立てて乗り越えていくのかっていうのがさむしろちょっと楽しみになるような試合。 でしたね、そうねいやというのもですね皆さん、いきなりあのアーセナルと僕の口から言っているのはですねプライムの番組ですね、はい、オール・オア・ナッシングというサッカーに限らず、うん、アメフトだったりとかスポーツの、ねうん、あるチームのを追って、まあ、シーズンでごとにいろんな、ねまあ、チームを追ってるドキュメンタリーがあるんですけど、はい、それのアーセナルをちょっととある人の紹介で、うん、まあ見まして。 でも見終わった結果、まあ、まんまとアーセナルちょっと型が型入れしているというかです、ね、<laughs> グナになってるんですねグナにねグナっていうんだアーセナルファンを、はいまあ、ガナーズっていうのが相性なんでへえ<ー><ー>そうそうそ,うその後にそにマンシティのもあったんだけど、はい、まあちょっと見出したらもう全然入ってこなくてあダメだめだもうなんかアーセナルだ <laughs> みたいな。<laughs> 逆だったら分かんないよ、もしかしたらマンシティファンになってたのかもしんないけど、どうだろうね、でもなんか、ああいうチームは結構好きっすね、アーセナルみたいな。シティもやっぱりオーナーが変わってさ、今みたいな形のう割といい選手を揃えられるようなチームになりましてね、もうちょっとどちらかというと、その教官からは遠いところにいる感じがしますよね。そうなんです でね、アビスパの元アビスパ富安さんがディフェンダーでも所属しておりただ今、ねちょっと膝が膝だっけ、ちょっと故障してて心配ですね、それも多分あるんでしょうね、ディフェンスが若干弱くなっているというバランスがね、やっぱりこの時期ですからシーズンの終盤に向かうわけですから疲労がさすごいわけですよ。だからやっぱり どれぐらいベンチに変えられる選手がいるかみたいなこととかさ戦術、うん、のバリエーションを持たせられるかが大事なのでやっぱトミーいないのは結構きついと思いますけどねなんか結構その最近、まあ、ちょこちょこ記事見てるんですけど、はい、<laughs> どうもそのなんかまあ日本語メディアだから富安の話をしてるわけじゃなくて本当に要なんだよ、この人はっていうのを、まあ、僕は <laughs> その試合自体を何かこう契約してれちゃんと見れてるわけじゃないんで。はい 結構そのまあ、そのオールオアナッシングと、うん、あとはまあ今の戦況ちょっと。まあネットで見てるくらいですけど、うん、からもやっぱりあそういうやっぱ選手だったんだなっていうのはなんとなくこうちゃんと。 理解ができてきたかなっていうところではあるんですけどね。いやーそう思いますよ本当に。いやーねーまあ別にね今年どうしても優勝しないといけないわけじゃないけども。<laughs> まあでも優勝したいよね。ねえ19期ぶりとかでしょうなんかねそうですよまあかなりちょっと低迷の時期が長かったですから。まあ僕はね別にアーセナルファンってわけでもないんですけど。あなたどこでしたっけ？僕はプレミアならやっぱリバプールファンだというかまあちょっと今リバプールもね苦しんでるんであれですけどなんかまあ監督の のクロップ含めですねちょっとなんかうん、うん、愛嬌がありましてそれにちょっと見せられてね、うん、あのクロップのところか、はいあ<ー>まいは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 いあの労い者のあのサポーターというか労働者階級のそのはいはーーいは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 いーいは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 いまあはい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 うわけではなくてですね、なんかそういうこはい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 は なんかまあスマートかつ愛嬌のある感じで振る舞う選手たちっていうのがねなんか結構すごいなってやっぱ思うところがあってなるほどそうううそうそうそれで結構今リバプールを最近はここまあ4年ぐらいですかねなんかプレミアリーグの中ではまあ推してるっていう感じなんで。 でもね、アーセナルの良さは、なんかすごいわかります、僕もオーロラナッシング見てね、<ー>やっぱなおさら、あ、うん、い,いいチームだなとは思いましたよね。ねうん、まず監督は結構若いですね、若いですね、アルーある程タ40になるかならないかぐらいなんで、うん、まだ、うんね、だし、選手も若いじゃないですか、若いですね、若返りが成功しましたからね、そうなんだ、もともとは結構老、老犬になってるそう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 、<laughs> いやー、なんかね、まあまあまあ。 ちょっといきなりサッカーの話から始まりましたけど、うん、<laughs> 珍しくね、まあ、入れようかねスポーツってねっていうところですけどね,、うん、ねそうですよ6個目をね6個目をはいなんで、えー、シネマ映画ドラマゲーム英語健康、うん、スポーツ、うんね、まだまだ増やしていきますのでどうぞ皆さん <laughs> ついてきていただければと思います <laughs> <laughs> はいよろしくお願いいたします <laughs> はいでは行きましょうかやりましょうストックブラザーズ・ワールド ねえ、ねえちょっと最初静かでしたけど。そうですよ、ね。いやな謎のこうちょっと何ですかトラブルを感じさせる間がうん、<の>そうね。ありましたから。あれ <laughs> 押せてなかったかなって一緒に思いましたけどね。ね<え>まあ押せてましたと。はい。はい、ということで毎週木曜日夜6時から配信しておりますカルチャーキュレーション。 ダバなしプログラムストックブラザーズザワールドでございますが、はい。ええー、まあ今日はですね、もう7時を回っております収録の時点、あ、そうですね。確かにか少し遅れてお届けしております。はい、えー。お相手はストックブラザーズブラザー1森重雄介と俺がつ吉陸とです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そうですよね。まあ、確かにここ最近はさ、ちゃんとあの毎週木曜6時にはさ、はい、うん。配信できてたわけで、はい、うん。あれ休みかなここへ来てと思った方、ね、うん。ね。 まあそんなリアタイみたいな感じで追ってくれてる人がいたら間だしいよね。もしそういう方いらっしゃったらさ励みになります励みっていうか別にだからあれですよ強制して皆さん6時に聞いてくれっていうわけはもうさらさらないですけどもそれはそれで非常に嬉しいですからリアタイ税みたいなさラジオネーム「リアタイ税」みたいなのでさ送ってもらうだけでいいんでちょっともらえたら。 なんか嬉しい感じ。嬉しいですね。それは嬉しいですね。ちょっと欲しがりすぎてる気がしますけど。はいはい。まあまあそのところにですね。さなんとおメールをいただいておりまして。やや。ありがとうございます。ありがとうございます。ラナさんからおメールいただいております。ありがとうございます。はい。ちょっとなんか久しぶりのメールですし、まあちょっと前にもさおメールをいただいてたりもしたので、まああのそれはまたブラデミンシあたりでと思いますが、今回ご紹介ですね。はい。はい。読みましょうか。あじゃあお願いします。はい。 えー、お久しぶりですお久しぶりです森重さん吉井さんこんにちはこんにちは最近は毎週更新があって大変幸せですありがとうございますこちらこそ大変ありがとうございます励みになります本当に励みになります、えー、フェイブルマンズの影響だとしたらやはりスピルバーグは偉大ですねと。偉大ですああでもなんかそうなのかもしれないですねまあそうですねメールをお送りしたかったんですけど なんだか熱烈なファンみたいで恥ずかしいと今更何言ってるのか我ながら意味不明なモードに入ってししてままたありがとうございす非常に僕の立場でのあれだけどお気持ちはめっちゃ分かります分かりますけど恥ずかしがらずにこれからも送ってください送ってくださいありがとうございますそのすすらも嬉嬉ししいいでが「スティルウォーターの感想を言教えてください」というリクエストにお答えいただいたので。 さすがに黙っているわけにはいかなくなりました。いやーあーもうね嬉しいですね。<laughs> 嬉しいですね。何ていうかねよ,よくそのむしろご自分でそのリクエストこんだけの間が空いてさリクエストに答えだったと取っていただいたことがすごく嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。いや,いやもちろんずっと頭にありました。いやむしろさもうようやくかと思われても仕方ないぐらい間が空いてるね。まあでもまあこれしばらくの間ずっとね結構ずっとスティールウォーターを見ねば見ねばザビ。 ずっと言い続けてきましたよ、はいずっと言っでもねようやく見ることができました14か月ぶりこんなことあるんですね驚きましたがとっても嬉しいですそんなに経ってたのかまやちゃん以外の登場人物の誰も彼も好きになれず見たら嫌な気持ちになるので二度と見ることはないと思いますがありますよねスティルウォーターはとても印象に残っている映画です。去年のベスト映画かもしれませんああるる もう二度と見たくないけどベスト映画ですよね。うんうん、あるある。いいですね<ー>、えー。ラストシーンにはしびれました。ううのうん、娘のアリーが「ここは何も変わらないね」というのに対し、うん、彼女の方を見ずに「すべてが変わってしまってもう何もないよ」的なことを言うビルの表情。うんうん、ねえ。ねもうなんかなん,なんて声をかけたらいいか分かんないこの人にっていうね。諦めたような疲れたような何とも言えない顔を見せて一瞬置いて。 エンドクレジット完璧でしたと。マットでもいいわいやいいんですよね,本当にねエアーも良かったですね良かったですねラジオで言及されていましたがトラックでちょっとだけ走って無理無理ああ辛いみたいなことを言いながら帰るラストシーン大好きでした <laughs>、うん ずっとぼやき続けてもはや字幕にしてもらえてなくて笑いました。<laughs> 字幕にしてもらえてないっていに <laughs>、えーね、<laughs> 全身内気でバッチリ決めてるのに。<laughs> いやすごい僕は靴しかなんか見てなかったか。ですね。全身だったんですね。まあ,あ<ー>ねえー、今月は逆転のトライアングルとベネデッタが良かったです。どちらも静岡公開が遅かったんでそうですね。<laughs> なるほど。五、うん、月はタートえー、65が楽しみですとうん、うん。はいはい。アダムドライバーのやつですね。ですね。うんうん。 引き続き番組を楽しみにしていますどうぞご自愛くださいありがとうございます納刀をチャレンジ 頑張ってくださいね、ラナさんでした。ああ、ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。いや、まずはそうですね。あとスティルウォーターを見て、そしてちゃんあちゃんとというかですね、それにすごいあのメールを送っていただいてめちゃくちゃ嬉しいですね。はいはいはい。もう一本あのウォーターつながりでダークウォーターズもおすめいただいてたんですけど、まあこれもねあの見てまたちょっとラジオでやりたいなと思ってそうですね。そうそうそう。確かに確かに。これはねあのなかなか見放題に入ってこなくて、ちょっとそれを待ってるんですけど。そうですね。そうそうそうまあ最近結構感覚が悪え。 映画もあのラズさんが見られた中だと僕逆転のトレアングルは見たんですけど面白かったですね、えーうん、なかなかあのただ結構予告が本当にね、うん、あの映画の4分の5分の4ぐらい見せてて <laughs> なんかだからちょっとあれはあれから入るとちょっと微妙な感じになっちゃうだろうなと思ってもう僕はもうそれ入ったんでそれでも面白かったんですけど,なるほどそう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 んかちょっとあの映画の捉え方が かなどういう映画かっていう捉え方結構変わってきちゃうからなんかねあれはちょっとやりすぎだんじゃないかなと思いましたけどあそうですかうん、うんまあ、でも映画は良かったですよ面白かったうん、うん、でベネデッタねバーホーベンのやつはねちょっと見れてないんですよねいやーねー見たいね見たかったっすねこれはねまだ、あ、どこかで見ましょうまたねそうですねで5月はターと65、うん、僕もどっちも見たいっすね見たい、うん、ターは特にね何かもう予告でね,ね<ー>やばそうって感じがっと、ね、大事が起こってそうな感じがしますよねあれはね なんか最後のケイト・ブランシェットとかさ、なんか、みたいな感じでさ、式台に上がっていくところとかさ、やばいやばいみたいな、なんか嫌なことが起こりそうみたいな感じがね、怖いね、しますね。そして、ノートをチャレンジなんですけども、これについてはお詫びを申し上げたいんですけれども、なんとですね、我々、不覚を取りましたね。エントリー失敗ということで、いやー。 なんとね、まあ、初歩的ミスです。これは、あの、締め切りを確認していなかったという。はい。<laughs> <laughs> まあ、なんとなく月末ぐらい。みたいな、だから、まあ、最後の収録とって。送そう、間に合うだろうぐらいのさ。そうです、そうです。間に合うんじゃない?ない。ああ、遅ればせながらみたいな。や,やめよう <laughs>。いや、間に合わないよ。<laughs> まあ、でも、一週間経ってる。まあ、だしね、まあ、多分第二回あります。 まあ、まあ、我々のレベルからいくとさ、うん、やっぱりこう1回目で出ていってはいかんよあそう、ね、勝ってしまう<お> <laughs> 強気な態度がいかんね今もう自分で言った瞬間に首がキューってしまう <laughs> これからやりづれぞっていう納、ね、棟をしづれぞっていう,う,そうですよね。<laughs> 本当にでもね、マジでどういうあれでいこうかって話はずっとしてましたからね、そうなんですよモチベーションは高いんですよ、高高いいちょっとね、締め切りが分からなかっただけで、見てなかっただけ抜けがすぎるよね、いやあまあまあまあ、引き続き、逆に言うと第2回までの準備期間ができましたから、まあそうですね今後、ねずっとしたためて、ためていこうよ、そうためていきましょう、渾身のこれやというやつをね、ああそうね難しいよね、でもああいうのさん、力むとだめじゃんか。 渾身の一発を何回か打った後に出たカスみたいなやつが多分面白いと思うんでその可能性あるよねそれはあるよなので引き続きねっていこうと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございますおメール本当にありがとうございます引き続きまたくださいメールありがとうございますじゃあきましょうかねもう17分ぐらいにはいではいきますまいりましょう誰も知らない知られちゃいけない ドラマどころが誰なのか何も言えない話しちゃいけないドラマンどころが誰なのか人の世に愛がある人の世に夢があるこの,この美しいものを守りたいだけ今日もどこかでドラマンどころ今日もどこかでドラマンどころい物 よいしょ。はい。でございましてね。<laughs> なんかね、美しい、やっぱ星を。 って言っちゃうんだよな。あれはなんなんでしょう。やっぱりこうウルトラの血がやっぱり流れてるのか。まあそうでしょうね。おそらく警備隊なんじゃないですか。ねウルトラの血。ウルトラの血だろうなこれはな。そうでしょう。まあというわけで今日はドラマのンころ久しぶりですね。やってまいりました。はい。ということでですねドラマのンころのコーナーでは我々が何かしらのまあドラマやテレビシリーズをウォッチいたしましてこのドラマのンころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決済をくだ 出させていただこうというドラマだ話コーナーでございます。はい、今週はリハーサルネイさんのやりすぎ予行演習。コメディアンのネイサンフィールダー制作総指揮。一世一代の重要イベントをリハーサルするリアリティショーを作る渦中で。演技と感情の因果を解き明かそうとする不条理モキュメンタリー風コメディー。うーん、なるほど、なるほど。 うん、短いですね。短い。でもなんか割とパシッと。パシッと、ね。これがまとまってる感じです。けどうん、うん、確,かに確かに、確かに。うん。えっと、これはですね、えっと、まあ。 HBO でアメリカで放送されてましてということは日本では U-NEXT で見れるんですけども、なんか多分サクセッションを見てたからかななんかおおすすめの中かみたいなやつ出てきて、そうちょっと見てみたらやべえなと思ってさ、いやちょっとね、うん、やべえこれもし見ていってこうね見て今日見てもら見てもらったんですけど、先ほどちょっとねここ部屋を暗くしてですね、あの iPad で見てたんですよ。したらまああの別の人がねちょっとこう入ってきてここのものを取っていったんです。なんか。 <laughs> 何をしてるんだろうなというような顔をされながら。何を見ているとやろうと。いやでも面白かったですね。いや面白いですよね。うん、なんというか、あのー。まあ、とりあえず、えっ、ー、と、今、一、ワンシーズンだけやってんのかな。はいはいはい。 で、えー、と、6話ぐらいなんですけど、うん、僕、最初見てるときさ本当にリアリティーショーなんだろうなと思って見てたんだけどこれエンドロールで立点倍ってこのコメディアンの人の名前が出てきたんであ、脚本あるってことはまあちょっとこう創作というか、うん、フィクションの要素もあるんだろうなと思ってそううだろうと思いますよ、うん、結構ね、モキュメンタリーというかな感じなんだろうなっていう。 まあでも割とそこはあんまりこの <laughs> 映画のなんかリア本当かどうかみたいなことが割と二の次でして、そうそうあんまり大事なとこじゃないですよね。そうそうそう。うん、まあ投げかけてるものは結構面白いというか。そ,そう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 。うんうん、でえっ、ー、とまあな,なんていうか彼はまあ一応この映画あのそのリアリアサルの中の設定ではですねえっ、ー、とまあ人生の中でまあいくつかこう一大な まあ、大きい出来事があるとありますよねでそれに向かって、まあ、基本的にはその、うん、土壇場でいきなり場当たり的に対応しないといけないんだけども、うん、リハーサルすることができたら最善の結果を導,き、うん、導けるんじゃないかという彼のですねそういうまあ心情というか。基づいて、うん えと一般の方から、うん、あのそれぞれの、まあ、状況というかですね、まあ、ちょっとなんかこうこういう番組をやるけどはい、はい、ちょっとこういうことで悩んでるんだよねみたいな、うん、こういうことがあるから予しさせておきたいみたいな人、うんえー、いませんかみたいな投げかけで,でこの1話ではですね、えー、と友人にとある嘘をついているという人が、うん、<laughs> まあ出てくるわけなんですけどはい、はい、で彼は、えーとまあ、教師だったっけな、えー、と先生の確か職,職,職業だったと思うんですけど、うん、えと周りの友人たちに。 あの引率であるという嘘をついていると。で彼はあのそう守備で、あのトリビアクイズみたいな、<うん S 1> なんかよくあるじゃないですか、アメリカでね、<うん S 1> ああいうクイズ大会みたいな。ね、まあ日本でもあるのかもしれないけど、なんかバーとかでやってるイメージあんまないし、なんか行ってみたいなと思った <coughs>。ね、トリビアクイズバー。うんうんうん。で、まあ,あ、ああいうそのトリビアクイズのその、まあ。 仲間の集まりでですね、はい、まあみんなやっぱこう頭がいい人が多いから、うん、ということなのかちょっと目を張りたくてつい言ってしまったと、はいうん、で言ってしまったがために引率の,の資格がある人の職業とかをすごくこう今転職中なんだけどもすごい紹介されてちょっと心が痛いとっていうことで言いたいんだけど1人ちょっとこう怒らせると面倒くさい人がいるからちょっとその人に打ち明ける前に練習しておきたいみたいな感じでねこう申し込んでくるんですよね。 とということでまあこでのネイサン・フィルダーというコメディアンがですね会いに行くところから始まるんですけどえとなんと彼がそもそもかその人と会,う会って話をするということをえとネイサン自体が非常にあのまあやばいやつというかですねちょっとサイコパスに見えるんですけどえと別の,あのスタッフをですね1回。 ガス漏れ工事に来ましたっていう口実で 3D スキャン部屋させてまんま同じセットをその人の家まんま同じセットを作ってその中にその人の役の俳優を立てて会話するというシミュレーションをやってきましたというそれを途中で明かす冒頭でさ明かすわけですよねだから依頼人にパッと見ればさ依頼人のところにその姉さんが行ってさ話を聞いてるんじゃないかと思えなくもない。まあ 後でた、ね、種明かしをされてみれば、うん、なんか妙な編集だったしうん、うん、なんか確かにおかしかったんだっいうのは分かるんだけどうん、うん、なんかあのそれを明かされた瞬間にさ、うん、なんかぞそうそうわっと進んでっていう引いてるしね相手も肝、うんうん、って思うやのここまでの会話すごいスムーズであの笑いもあったし今いい感じだよねみたいなはい、はいまあ言葉で切り出すんですよね。 っていうのも僕がリハーサルをしてきたからなんだというそういう結論に彼は持っていくわけですけど何かを同時に失っていてそうなんですよそうなんですよだからさなんか場がさ微妙に沈んんでだよね最初のほう特にさんかこう心を開いてもらおうとしてそういうリハーサルをしてやっているんだという感じで姉さんは左に向き合ってる。でほらなんか一緒にに旅行 打ち解けるためにね、射撃の、射撃に行くんですよね、なんかクレーン射撃みたいな。だけど、相手の弾は抜いてやるんだよね。空砲で音だけ鳴る、だから、どんだけ打っても当たらんのよ、二人とも下手だねみたいな感じで繋がろうとしてるんよね、やべえやつなんだよね、その根回しをえらいやるみたいな。 だけど本当悪気はなくてですねまあちょっとなんだろうなちょっとその辺のこうちょっとこう感覚を喪失してる感じのななんなんて言ったらいいんだろうなちょっと変なやつのキャラをやってるじゃないですか明らかにやってるんだようんそのねえなんかもま,まあサイコパス <laughs> というかなんだろうね<も>うあれをどういう風に表現したらいいかわか,からないんだけどねもなんかまあどう考えても例えばさその、うん リハーサルをしてますと言ってるんだけどもその他のこのやり取りとかもさなんかやっぱりもうちょっとあのこの仕事に適任おるやろみたいなあんま向いてない感じでいくっていうかさに見えるまあ後から考えるとそうでもないんだけどだしあのなんていうかなこう心を本当に開いて距離を詰めていく気があるようには見えない。だからさ記憶に なんかこう蘇ってくるのはネットフリックスでやってるクイアーアイのさうん、うん、ファブファイブたちのことを思うわけですよ。あれと比べていくと、うん、まあ真逆の真逆なんですよね。ねなんかねちょっと話すにもねすごいあの会話の選択肢みたいなのをこうフローチャートで作っててこれにイエスだったら次こう言うみたいなさなんかこうちょっと機械的なというかですねちょっとこう何て言うかな、まあ、うんな何て言うんですかねこう、まあ、その最前提を、うん、その にあの人生のビッグイベントを一大事で打つために <うん S 1> 彼はちょっとそんなことをね,ねなってるわけなんですけどプログラム中毒みたいな感じがしますよ <laughs> そう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 感じでねでまあその肝心の,さその依頼人が相談しに行きたいあのそのちょっと怒らせると厄介だって言ってる人にも別の役者を使ってはいはいっていうのもその役者さんがその人の真似を完璧にして <うん S 1> そのえ相談者がその 役者とうまいことをシミュレーションの質を上げるためにさらにその人のコピーをさせるんよねそために架空の取材みたいなその相手がさ依頼人が告白あのその嘘を告白したい相手っていうのが、うん、なんかフリーのライターみたいなのやってるから取材依頼して、うん、で取材対象をこっちで用意してうん、うん、でそれをその演じるはずの俳優にして、うん、コピーさすっていう。 あのねあの非常にね、あのーまあ、やりたいことはすごくななんでかな手助けしたいということに対しては全く曇りがないと思うんですけど、うん、その過程でめちゃくちゃ騙してるんですよね、人を。<laughs> だから本当にさっきも石井さん言ったけど、うん、本当に失っているものが多いで、うん、<laughs> そうそうでそうで、まあ、本番の,その扉クイズを開催するバーがあって行き、はい、つけの。 そこにも行って、まあ、それとさ本当にもうそっくりのセットというか、うん、なんかでかい倉庫の中にさなんかバー一軒立ってるぐらいのさもうあの外装から完璧に仕上げて、うん、まあそこにですね相談者が来店するところから始まり、うん、最初何、何ドリンク頼んでどうするみたいなこのテーブルがどこにあってどこに席に座るとかさ細かくシミュレーションして倉庫をしていると,その,、ねえー、とそ,のその人をコピーしたあの女,女優さんが入ってきて。うん 席に座り会話を始めてみたいなでまあシミュレーションするわけですけどその横でさパソコン開いてこうずっと横で見てんだよいやそうあのさ何あの背中がさあのベルトがバッてそうそうそうバッてになるなんかバンドみたいのつけてそのんですかねむあの腹ぐらいでさなんかこう 机ができるやつあるじゃないですかあれをでクイズのアナウンサーがささせるうやつだよ最近あんま見ないやつね昔あったようなあそこにパソコンを置いてね立ってすぐ呼ばれてそこで見てるんですよマップ作ってんだよねずっとこうプロチャートでさチャートをずっと作っていってイエスノみたいなこうこうやっていって。で ただ、そこでちょっと問題が発生してクイズもまあ途中でやるわけなんですよね、うん、トリビアクイズも、はい。なんだけどトリビアクイズ入ってくるとやっぱその人にプライドがあるから、うん、クイズで負けたくはないんですよねクイズもちゃんと答えたいとい <や S 1> でクイズにちゃんと答えられないんだったらこれはやらないみたいにな,、うん、なったからもう参ったなということでその事前にですねそのトリビア実際の,そのバーに行って その当日出る問題をまあ裏で入手してですねそれをなんか。 あの生活のいろんなところで答えをすり込んでいくってい,う,ことねいやそうあれさ俺めちゃくちゃあのシーン面白かったと思うんだけどそのバーに行ってさえと自分がそういう人気ブロガーのふりをしてその主催イベントをなんかオンラインで見れるようになんか動画を撮らせてもらってその動画で出てきた問題っていうのをピックアップしていくっていうさ手法だったじゃないですか。何が面白いってあの時の時 バケツハットみたいな被ってさ人気ブロガーのイメージってこれないやと思ってあれがめちゃくちゃ面白くて <あー S 1> <laughs> でちょっとこうチェックかえとストライプみたいな大きめのパンツを履いてですね上にシャツを着てさバケツハット被ってるわけじゃないですか。<laughs> ブロガー <laughs> <laughs> ってこういう感じなんやってわかんない,そういうあるのかもしれない,あるかもしないけどそれでさ入手してもう,も,う、まあまあ、もうだいぶだからちょこちょこさ粗さは目立ってくるから <laughs> うん、うん、まあまあまあなんかそんなにこ,これをこうドキュメンタリーみたいな感じで見なくていいコメディで見ていいんだなってことは分かってくるんだけどそれをさ 伝えるんだその散歩に行こうっつって毎日その中で仕込みの役者がいて <laughs> な,なんだっけ世界で一番高いビルはさ「なんとかハリファだ」みたいなさうん、うん、こととかを言うために、うん、工事現場を通ってさ、うん なんかあーとかって大きな声をかけるみたいな感じでその姉さんが話しかけたらいやいやみたいな「なんとかハリファにはかなわないよ」みたいな「んなんとかハリファ?」って聞き返して「世界一高いビルだよ」っていう会話をするっていう散歩の中にさもう答えを埋め込んでいくみたいなしかもめちゃめちゃ不自然っていうそそれででさののの中一のつで出てきたのが ですよいやそうなのこの前言った2回前かな寝そべり自転車ですね後ろに傾いて乗る自転車がリカンベント出てきましたね出てきましたもうびっくりしたしかもさその流れのしょっぱなに出てきたでしょあそう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 一発目がねここで笑ったもんねうわーってリカンベントやんってね なんかシンクロニシティみたいなのと感じましたけど本当にそうううそそそんな困難を経て本番に臨むわけですけどなかなかねまあまあうまくいくんですよね当然問題も大体答えられるしで肝心の相手も取り乱したりせずにですね早く行ってくれればよかったのにみたいな感じでねすっと受け入れてくれていい感じだなと思ったらで終わったら 終わるかと思いきやですね、うん。まあやっぱりちゃんと言わないといけないことで、うん、まあ実は答えはもうあのすり込んでおいたんだよね君にと、うん、いうことまあ明かしてクイズの答えをね。うん。クイズの答えを,をね明かすんですよ。明かしたですね、うん。まあそれで本当にもう憤慨して彼がもうん、憤慨してというか取り乱しはしないですけど、冷静に切れていて、うん。<laughs> そうそうそう。 でもう明らかに何か一つ信頼を完全に失ってしまったという形で、うん、1> 第一話は終わるんですけども君は最悪だっつってね <laughs> 言われるんだよね<ー>でそれに対してさ、うん、なんかうんって黙ってさ、うん、僕はあんま人褒めないんだけど、うん、君はいい人だみたいなそういうことだよみたいな。 感じで締めててくっていうそスッと終わっていくっていうね,ね「なんだこれ!」みたいなすごいものみたいなって感じしたよね。ね。あ<ー>いやそうなんですよ。 まずやっぱりリハーサルをするための,その金のかけ方が偉いやばいというのが単純に一つスペクタクルですね。これは、ね、<laughs> なんかほったて小屋作るんだったらあれだけどさ、うん、バー作るのやばいよね。バーあまんま一緒だからさ椅子とかも全部さ揃えてさうんうんそう,そうそうそう椅子とか嘘やろうと思ってでねその最初はそのまあ直接話すその相,その相手役と相談者と2人だけだけどさだんだんその、うん。 当日の様子に近づけていくために、うん、あの他にいるさギャラリーというかはい、はい、他に来てる参加者たちの役者たちもばーって揃えてさ、うん、本当にすごいなんか雰囲なんていうかなリアルな雰囲気をどんどん作っていくそうかもあるし。<laughs> いやなんかそういうなんかスペクタクルみもあるし、うん、あとはなんかこう非常におかしなことがここのここで起きているということをずっとやっぱみ見るというそうですよね。なんか延々ととにかくそのリハーサル一回とかじゃなくて多分なんか二十回とか多分そんぐらいやってるんですよね、うん。いやえっとねそうそうそう何回で投資を十三回とかっていう <laughs> 投資を投資をね。だから細かい取り出し傾向はね <laughs>、うん、結構持ってやってると思うんですけど。うんはい、はいはいはい。その演出良かったねあのずっとそれを映すんじゃなくてうん、うん、コマを映しながらさドアが ドアから<ん>まあバーにドアから入っていくんでバンって閉まるっていうのをずっとこうカットしてやっていくっていうなんかリズムがそこでできていってあなんか本番に向かって準備していってるんだなっていうなんかこ,うこっちもさなんかいろいろもう分かってきてるんだけどちょっと楽しくなってくるみたいなさもう本当に入店していくところがね何回も繰り返し、うん、あめっちゃやったんやなっていうね感じなんだけど。<laughs> いやーなかなか普通に僕は結構あのコメディーとしてやべえなっていうなんか変な笑いがねいろんな時にとこで起きてしまってめっちゃ面白かったし面白かったねでこれ僕、えー、あの全六話あるんですよねはいはいあまあまあまあ全六、うん、話って今五話ぐらいまで見てるんですけどまあなかなかやっぱこう面白いあの展開というかあそうですかやっぱりあの一つはやっぱこのネイさん自身があのリハーサルの のやっぱリハーサルでもあるというかうんうん彼がいろいろ勉強していく過程というか彼の学びの過程であった実はという <へー S 1> まあ観点が一つあってなるほど <laughs> まあとまいうのもあるしやっぱ単純にこうあのモキュメンタリーとしてめちゃくちゃおもろいっていうかおもろいっすね。 あのモキュメンタリー風コメディーみたいな文章を読みましたけど確かにその不条理さみたいなものは感じなくはないんですがうん、うん、なんか俺結構ね優しさも結構感じてそこがねなんかすごいなと思って、まあ、例えばさ、うん、まあなんかいろんな切り口からこれはいけると思うけど依頼人がさ、うん、悩んでいること学歴を仲間に意地張って引率って言っちゃった。うんうん で人によってはさ何が問題なの、うん、って思ったりするかもしれないしうん、うん、あとその,その友達の1人が言ったらもうブチ切れるかもしれないみたいな「さん,、うん、んな」って思う人もいるかもしれないじゃないですか。うんうん、でそこに なんかそういう態度を取るんではなくてそれはその人の悩みとか受け取り方であるっていう前提にしてでやることを全力でやるという失礼らになってることとかはさ俺結構大事なことやなと思ってこれ。もちろんそこも含めて作ってるんだろうと思った時にさなんかそういうメッセージなんか一つ一つのトピックみたいなところに こう寄り道しながら話を進めていくみたいなことじゃない人との接し方みたいなものがあるとうん、うん、まあ,あのそ,それもあってこうなんか人間味が失われてる感じもしなくはないんだけど <laughs> うん、うん、まあまあまあとかそういうとこも結構優しいなと思いましたけどね、うん、僕はね基本本当に結構彼は善意でやっていて、うん、で善意で、あのー、全力投球してるだけなんですよね。うん の結果そのまあそのクイズでそしたら勝たせてあげなきゃっていうことではいはいそのねあの答えをすり込んだりとかそういうことになるんですけどきょ彼の基本ベースにあるのは善意なだからさあれさもう告白を嘘の告白をしたいって言ってるのにいやなんか嘘とか。 クイズは50/50 50だとか言ったらさうん、うん、もうやめてしまえと何 <laughs> <laughs> うところをです、ね、やっぱ解決策出していくっていうさすげえなと思う <laughs> そうなんですよね、うんうん、そうそう結構そのひどいひどいってきましたけどでもなんかね、あのー、うん、なんていうかなそう優しいんですよねめっちゃ優しいと思う。なんか そうだからね、2話目までその、露悪的な、うん、あのドラマでは決してなくて、あそうですねなんか善意の空回りを見ているという感じがちょっとするという、うんまあそこがおかしいところでもあるし、まあそうですよね、うん、なんかね、で、でこれなんか1話それで終わるじゃないですか、はいはい、僕、結構、くはもう単は完結の話になっていくのかと思ったんだけど、2話からは、あの子育てをしたい。 子育てててのリハーサルをしたいっていっう女性が出てくるんですよ<ー>で結構これが主軸になっていってで彼女はですね、えっとまあ、キリスト教原理主義者でなのでその結婚するまで、まあ、あの性的関係を持たないとあ持たないしもちろん,なんていうかな、まあ、結婚してその子供を持つ。 持ちたいんだけども、ただリハーサルしておきたいと。なるほどね。まあなんかね、わかるような気もするというか、も感じですけど、で、えっとただその赤ちゃんの子育てのリハーサルではなくて、子育てのリハーサルです。全般的。あ、そう。なんでえっとゼロ歳から十八歳ぐらいまでの間の子育てのことを言うんですよね。えで,で、これをどうするかというと、えっと二週間、三週間ぐらいだったかな。 で3歳ずつ年が上がっていくんですよ、<laughs> 子供の。なるほどね、そうこれ、これちょっと話していいですか、いいですか、いいですか <laughs>、えー。で、赤ちゃんとか、確か働その子役として働けるんだけど、組合的にというか、あまあ、法律でその労働時間みたいなのがあると、<う>んなんで,こうで、完全にまあもちろんさ親としてもさ24時間預けな、3週間預けっぱなしとか嫌じゃないですか。 えっとで時間4時間ぐらいいいのかな一日なんで4時間預けたらえと4時間ごとにえと多分4人ぐらい赤ちゃんがいて控えの赤ちゃん変わるんですよええー、それをしかもあの見られないように例えば「買い物に行きました」と「赤ちゃん連れて買い物に行きました」ちょっとこうあの後ろのさあれ開けて トランク開けてて荷物入れてる時にちょっとその瞬間目離してるじゃないですか、うん、その時にこうスッて赤ちゃんを <怖っ S 1> <laughs> スタッフ入れ替えたりとかして <laughs> その繋ぐんですよ <怖っ S 1> でで夜中は何かあっちゃいけないのであの AI 赤ちゃんみたいなロボットをです、ね、その寝かしてでただ AI 赤ちゃんロボット赤ちゃんなんだけど人間があの遠隔操作していて別の本物の赤ちゃんを監視カメラでこう。 モニターしてて<ー>その赤ちゃんが泣いたタイミングで泣いたボタンを押すみたいな, <laughs> なんでこその赤ちゃんのバイオリズムをコピーするみたいな人間がやってるんですけどでしかもそいつがなんか夜型だとか言って俺は夜型だとかつって応募してくるんだけど2日連続夜になったら寝てて。<laughs> で姉さんが「君夜型なんじゃなかったの?」みたいなそのすぐクビにするとかじゃなくて一緒にねあの彼もそ,こそのそばにあの立ち会ってほら赤ちゃん泣いて押して押してみたいな感じでやる姿が映るんですけどめちゃくちゃおもろいっていうねのがパートが始まっていってでそれが結構主軸になっていけつつえと他のその相談者の。 あのなんていうかなあのお悩みというか今度、僕はこれをリハーサルしたいなみたいなのも混ざっていく、うん、みたいな感じになっていっててなるほどね、すげえなーあれて、そうか俺もてっきり1話完結かと思ってた2話でさあ今回この話かと思ったら終わらなかったからあこれ続くんやと思ってうんそういう展開になっていってましたね。すげえ、うん めちちゃゃゃく面白いいじな続きみたぜぜひひしかも結構短いんすよね40分ぐらいそう40分1話がね40分ぐらいで結構その後30分とか全然短くってポンポンいくからほんと見やすいしいいですね見やすいねうん面白いっすよいやでもさなんかこういう企画はさテレビ局じゃないとできんねそうねお金もすごいかかってるし時間もかかってるしうん いわゆるその撮影編集みたいなことのさうん、うん、だけではない何かがうん、うん、まあこれはそのよしやしあるのかもしれないんだけどうん、うん、いやなんかこういうの見なんか見たいな、なんか日本のテレビ局もまあちょっとお金もだいぶ長ならく来なて,てるかもしれないけどうん、うん、こういうの見たいな。やっぱりこうすごいコメディアンの切り口やなと思いますよね。ね、ねそう、それはそう。うんこの企画が。 でちゃんとそういう人が制作組織をしてということになってるわけですぱね。すごいでこの中ネイサン・フィールダーって人ちょっと全然知らなかったので調べたらまああのセスローゲン<う>あのフェイブルマンズのあれですねおじさん役というかお父さんの友達役、ねはいはい、の人とか,をなんかそのグループだったりとかするみたいでじゃあもう本当高校時代に所属していたコメディグループがセスローゲンがいたと。へ<ー>うん コメディグループみたいののがあるのねなんかねあるなんか<ー>僕もよくあんまりわかんないですけどなんかたまに見ますねそういうのねまたね全然そのコメディの文化が違いますから、うん、興味深いよねやっぱこれ結構あの本国でも割とヒットしてるみたいで,うでどうもなんか結構最近その町山さんとか,なんか紹介してたりとかするみたいなんで結構、うん、もしかしたら僕は知らなかったけどなんか。 知名度は日本でも結構じわじわ上がってきてるのかなと思いますけど。なるほど。うんうん。なんか調べてみたらね、いろいろ名前出てきたので記事とかも。ええいいな。でどうもシーズン2も制作決定みたいな発表みたいなんで。すごい。うんうん。これぜひね。ぜひ皆さんあの Unix に。まあそうですね。ちょっとまだあの Unix 入ってませんよみたいなちょっと見にくい方もいらっしゃるかもしれませんけれどはい。まあいいですよ。うん？Unix ね。いいっすよね。うん。 そうユニクス入ったらぜひまあ個人的にはまずサクセッションを一番おすすめですけどもサクセッションとこのリハーサルつ、うん、いでちょっとおすすめかな 1BO でそうですねちょっと面白いですねこれねいやーいいねあーいやぜひねはい <laughs> ウォッチしていただければと思いますけど、はい、じゃあもうこれはもう今日ははい間違いなく、はい行きましょうかね参りましょう、はい、決済<裁> はははいはい、はい、えー、ということでございましてね、うんまあ、なかなかユーモーラスなものを見させていただきましたはい、はい、皆さんぜひご覧くださいよこういうのなんかもっと見たいなそうっす、ねうん、ですねうんうんですなうんうんはいということで参りましょう、はい、今日の英単語よいしょー 今日の英単語よいしょこのコーナーでは毎週インターネット上をゴロ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 転がっている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょうはいそんな英単語学習コーナーでございますおっしゃ今週はですねうんこれは分かるだろうなんだすごいよ、はいよはオファーオオーーフファァた <laughs> これ実は皆さんあのー、我々収録の度に使っている言葉なんですよね。そうなんですよ。まああのー、ちょっとね一本吹いこっかみたいな形で我々は使ってますけど、ね、申し出ですね。おお。えー、え違うの？<laughs> このま,ま <laughs> このま,まこわ。<laughs> まあ正解です。あま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 あ。まあ申し出まあ申し出る提供する、うん、差し出す。うんうん。 あとはんか売りに出すとかそういうのもありますね提示するとかそういう意味でございまして我々非常にこれもうなじみのある問題でございますからねまあそら分かるだろうということで今日はですねもう一問何これも簡単です簡単いきますよはいエクイプメントエクイプメントこれ2番目なんですか お、正解です素晴らしいまあゲーマーならねねそうですね聞いたことある言葉なんじゃないかなまあ準備、装備、設備、機器、機材、知識とかほ素養みたいな意味があるんだそう仕事に必要なもの特にまあだから装備ですよまあ備えてあるものかなるほどねということで二つの単語をリピートアフターミーケー。オファーオファーエクイプメント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 オファーオファー

初めて使う回路があった今頭の中に。そうよね。こうあのね、どっちが先に来るかもわからなくなってきて、ドキドキがありましたけど。これはまあサスペンス。サスペンス。持続するもの。そうですよ。感じましたよ今。なるほどね。はい。いや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 そんな感じですけどね。はいはいまあまあリハーサルちょっと本当見てほしい。そうですね。結構ねやっぱそのアメリカ。 キリスト教原理主義者ってものが出てくることでもう一歩このテーマが深まる感じがあるので、本当ギリギリのところをどん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 押し広げていくよね。そのなんかラインをさ、すごいね。で、森崎さん言った通りこの人本当にジャッジしないんですよ。だからそれはも含めて。うんうん。すげえ。ただ疑問とかをちょっとぶつけたりはするんだけど、何かこう強制的にさせたりとかそういうことはしないんです。なるほどね。すげえな。お、面白いですよ。 まあまあそんなこともありますけども、はい、我々はえと順調にダンサードを進んでおりまして、ええ、もう振り付けに入りましたねね<え>、うん、とうとうね、あの動画を見返して、はい、<laughs> 自分の振り付けを見返しまくってますけどねニヤニヤしておりますはい、さよならさよなら